らっしゃるということなので、少しさいたま市の概要をご説明させていただきますと、さいたま市4市が合併してできた政令指定都市でございまして、現在ですね129万人を超える人口という形で、全国で9番目の 大きな都市になってきているというところで、有名なのは埼玉スタジアム2002、こちらがある市でございます。人口129万人なんですが、実は埼玉市もともと住宅というところが多くて、大きな工場等はございません、会社もですね。ですので、市内の事業者の 98.7%、 これが中小企業さんという形になっております。また東日本の玄関口というのを国の方でも示していただきましたけれども、新幹線6路線が集まる交通利便性ということでですね、今は東北の方と東日本連携という形の取り組みも進めております。でまた市内には大きなマンション等もたくさん出てきてはいるんですが、市内中心部には1260ヘクタールもの大規模な緑地空間、見沼田んぼ、田んぼと言いながらもう田んぼはかなり少なくて畑が多くなってしまっているんですが、そういった緑地空間もまだ存在しているような地域でございます。でこれ毎年ですね、市長がどうしてもこれをやっていきたいということで調査をしております。で今市民の方にアンケートをさせていただきましたところもずっとやってるんですけれども、住みやすいとお答えいただいた方が 83.4%、住み続けたいという方が 82.9%、うちの市長の清水がですね、これをなんとか 90% まで持っていきたいという思いを持っておりまして、我々が今取り組んでいる事業なんかもですね、その一翼を担えればということで進めております。で実際その埼玉市の課題は他都市でも同じところはありますけれども、その二酸化炭素ですとか地域コミュニティの衰退、生産年齢人口、人口は増えていながら生産年齢人口はもうすでに減ってきていると。ですので将来的には少子高齢化というのが一気に進む可能性があると言われています。でまたここ10年で扶助費の方も2倍近く増えておりますので、行政コストのどれだけ削減していくかというところも命題になっております。で特にこちらの二酸化炭素排出量については運輸と民生家庭部門がやはり他の他都市より非常に多いというところもありまして、当初ここに特化した形での取り組みの方を進めてまいりました。それがですね、こちらいい絆プロジェクトという名前をつけまして、ガソリン車軽油車からできる限り EV の方に乗り換えていただけないかと、実際今原発相当の問題から EV が 100% いいかっていうのはちょっと疑問されているところでありますが、やはり街の中の空気環境等を考えてもできる限り EV というものを普及させていきたいということで取り組んできております。で EV の普及に関しましてはやはり課題としては充電環境をどれだけ整備できるかということがございますので、右下にありますけれども、いい絆プロジェクトという形で、さまざまなステークホルダーの方々と連携をして、このプロジェクトを進めさせていただいております。でこれまでに、メーカー9社との協定とも結ばせていただきましてですね、それぞれの会社さんの得意分野を活用させていただいて、EV スタンドの急速充電器や、インフラ環境の整備等々を進めてきております。で今年度ですね、今年度には東京電力さんとも、協定を結ばせていただきまして、 EV を活用した形での電気が止まらない街というものを目指していきましょうということで、今プロジェクトの方を始めさせていただいております。で実際そのいい絆プロジェクトというのを取り組んできてどういった形でなったかと、これ埼玉市内の全図なんですけども、ほぼほぼ人口が張り付いている場所には、EV の、充電環境というのはもう満たされてきたということで、埼玉市内における EV の走行環境については非常に良くなってきたということになっております。ただもちろん車ですので埼玉市内だけを走っているものではないということもありますので、右側いい絆サミットということで、もう本当にさまざまな方にですねご参加をいただいて、全国的にこういった仕組みっていうのを取り組んでいきましょうと
またこの環境を実現するために、必要な規制緩和等々についてはですね、こちらの方からですね、国の方にもしっかりと提言等させていただいて、いくつかそれが実現できたものもあるというようなこと、活動についても進めております。で、実際そういった形で市内での EV、FCV の普及活動というものに取り組んできたんですが、ご存知のとおり2011年の3月東日本大震災が起きまして、その際にですね、やはりさいたま市においても、計画停電ですとか、それから電気が来てないことによってガソリンスタンドに、地下タンクにガソリンがあっても給油ができないというような状況がございまして、そのままではですね、やはり市民に安心で安全な生活をしっかりと継続して提供することができないというところで、次のステップとしてどういったことがやっていかなきゃいけないのかということで、その震災のあった年すぐにですね、次世代自動車スマートエネルギー特区という国の特区指定をいただきまして、下見てですね、ハイパーエネルギーステーションという、平時のエコと災害時にもしっかりとエネルギーを供給できるような仕組みのステーション、それからスマートホームコミュニティということで、平時エコで災害時も自分の家にいても安心というような住宅外部の整理ですね、それから低炭素型パーソナルモビリティということで、こちら本田さんなんかと取り組ませていただいたんですが、そもそも省エネルギーで移動できるようなモビリティを作っていこうというような取り組みを進めてきました。で、こちらがですね、実際に特区を取った時にこういう形で、進めていきます。そのことによって、今国の方で国土強靭化というようなことをお話しされてますけれども、2011年の頃から埼玉市としてはそういった、平時災害時ともにしっかりと、動いていくというようなものを作っていこうということに取り組んできております。これ実際ですね、この特区事業の中でスマートホームコミュニティを作ったんですけれども、平時エコというのはもちろんなんですけれども、災害時特に仮に電源が止まった冬季無暖房になった状態の時ですねにおいても、低体温症になるのが室温15度と言われておりますので、冬季無暖房の時にでも室温が15度を下回らない住宅を作ろうということで、高気密高断熱というところに特に力を入れまして、ヒート20埼玉市地区基準、ヒート20というのは民間さんの基準なんですけども、埼玉における地区基準というものを設けて、この基準にのっとっていただければ、室温15度を下回らない住宅ができますよと。でもちろん高断熱高気密ですので、平時は非常にエコ省エネルギーで賄えるような住宅になっています。それですとか、実はこちらの茶色い部分なんですけども、これ一軒一軒の方がお持ちの土地を、少しずつ出していただいて、街区全体で共用化して、コモンスペースという形でみんなで使うような場というのも作っております。そのことによってその下は自由に使えますので、この地域、電柱がポコポコ立ってしまう地域だったんですけども、もちろん災害時のことを考えれば、電柱がない方がいいですし、景観的にも電柱がない方がいいですし、ということで電線類の方をここの部分に地中化したと。で、道路上に、通常の公衆用道路に、地中化すると非常に金額的にも高い効果になってしまうんですが、この私有地を、私有地を使うことによって、この電線の地中化というものも事業費が約2分の1ということで、一軒一軒のお家にその分を少しずつ乗せていってもですね、あまり目立たない金額になったということで、民間開発の中で電線の地中化ができるというようなモデルになってきたというものでございます。で、実はコミュニティの部分については、そのコモンスペースというのを使ってですね、いろんなイベント等をハウスメーカーさんの方に2年間ずっとやっていただくというのも取り組んではいるんですが、玄関を南側に設置するんではなくて、お互いに玄関を開けると相手の玄関があるということで、強制的に会ってしまう確率を増やすというような取り組みもしておりまして、実際そこまでやってしまって しっかりと売れるかなっていう不安もあったんですが、一応33個すべてすぐに売れてしまったので、
なかなかハウスメーカーさんの心配もすぐに解消されたと。で実際我々これをですね、第1期の先導モデルという形で進めているんですが、第2期第3期という形で、拡充をしていく予定でおりまして、次の第2期の外区については、今年から整備の方を始めるんですけれども、先ほどの基本的な性能に加えてですね、デジタルグリッドルーター、これ簡単に言うと、ね、電気に色をつけてですね、どこで作った電気がどこで使われたかというのが分かるというのと、間に決済機能も設けておりますので、言うなれば太陽光を住宅の方に載せていただいて、それ余った電気を隣の家が使う、でそこではもう決済も全て終わってしまうということで、再生可能エネルギーを普及させるための技術として我々活用していこうということで考えておりまして、これについても実際に次の外区の方に導入することで進めております。で冒頭に行政コストをなるべく削減したいですけども、やはり低炭素化っていうのは進めていきたい、生活の質も上げていきたいということで、これについては埼玉リソンさんの方にご協力をいただいて作った住宅ローン商品です。でこれ実は住宅ローンという不動産とですね、 EV ですとかそれから省エネ機器といったような動産、これをセットで住宅ローンとして借りることができるローン商品、これ初めて、日本で初めてと言われているんですけども、こういったローン商品を作ることによって補助金をその時に出すよりも金利がかなり下がってますので、その分の方が実際補助金もらう額よりも全体通して見るとお得になっているということで、行政コストは削減するものの、市民の方へのしっかりと支援はこういったものを作っていくと、まさに民間さんにご協力をいただいてできた商品でございます。で、この商品についてはやはりその住宅の条件として、我々来年度レジリエンス認証制度っていう制度を設けていくんですけれども、その制度にを満たしたような、条件を満たしたような住宅についてはこのローン使えますというような縛りは一定程度つけております。で、こういった形で特区事業を進めてきたところであるんですが、次のステップとしてしまして、新築についてはある程度こういった形で取り組みの方を進めてきたんですが、やはり市内には既存の住宅、既に建っている住宅は相当数ございますので、そこに対してどういう取り組みをしていこうかというのが次の取り組みとしまして、埼玉版グリーンニューディール事業というふうに呼んでいるんですけれども、やはりその既存の住宅を低炭素化、それから気温の向上をするときにですね、やはり課題となるのがですね、お金ですね、補助、これ 100% の補助っていうのはないもんですから、どうしても省エネ機器等を導入していただくにはですね、ある程度ご自分でご負担をいただかなきゃいけないと。で簡易的な、例えば10年を超えた冷蔵庫ですとかエアコン、温水便座、もしくは二重窓、そういったものを変えていただくだけでもやっぱり100万は超えてしまうんですね。そうすると2割補助を出したとしても80万は用意しなきゃいけない。これなかなかですね、かなりヒアリングもしてきたんですけども、そうは言ってもそんなすぐ省エネのためだけにお金なんか出せないよという方非常に多かったです。とは言いながら、やっぱり低炭素化と QOL の向上っていうのはやっていかなきゃいけないということとですね、実はその補助金につきましても、我々はスマートホーム推進作って減らす機器設置補助ということですね、太陽光から蓄電池から遮熱塗装からいろんなメニューを補助金として持ってはいるんですけども、実は太陽光についてもですね、補助件数っていうのはもう年々減っております。で我々の分析にヒアリング等からの分析では、やはりその環境に興味のある方、関心のある方についてはほぼほぼやっていただいて、ほぼほぼやっていただいても全体総数からするとかなり少ないんですけれども、イコールおそらく無関心な方の方が非常に多いということで、無関心層の方への取り組みをしっかりと強化していかなきゃいけないんじゃないかと、ある種ここで転機が来たんじゃないかまたですね、自治体の補助金というものを投資回収という形に変えることはできないかと
ということを合わせて取り組んでおります。でそれがですね、まあ、初期費用無料で、まあ、家庭や中小事業所のエコリフォームを実現することができないかということで、今まさにこの1年間ですね、これを進めていくためのプロジェクトを進めてきております。で内容についてはですね、まあ、先ほど申し上げたような、まあ、エコリフォームと言いながら、まあ、もう全てをきれいにするというところまではなかなか難しいんですが、まあ、あの冷蔵庫だとかエアコンだとか温水便座二重窓、そういったものを変えていただくと電気代が相当下がります。でその下がった電気代をリフォーム代金としておおむね10年をかけて、返済をしていただく。ですので住民の方からすると電気代はほぼ変わらずに、もちろん高性能なエアコンになったからといってバカバカ使ってたら電気代上がっちゃうんですけども、まあ、基本的な生活していただくのが前提とするならば電気代はほとんど変わらずに家の中の家電製品ですとか二重窓を新品に変えられると。で特に二重窓は健康にも非常に有用だと言われておりますね。まあ、カビですとかもしくは騒音といった問題、そういうのも改善できますので、そういった形でのメリットをしっかり出せるのではないかと。もちろん市としても CO2 が削減できますし、行政として出していた補助金が減れば行政コストのカットにもなっていきます。で、まあ、この事業を後ほどちょっともう少し説明させていただきますけれども、市内企業さんをしっかりと活用させる、することができればですね、まあ、地域の活性化というものにもつながっていくんじゃないかということを考えております。で実際にまあ検討をさまざましてきまして、まあ、いわゆるおおむね10年ぐらいでですね、まあ回収の方はできるんじゃないか、まあ、いろんな条件はあるんですが回収はできるんじゃないかというところまで来ておりまして、実際にこれがまあどういった形で進めていくのかというものになりますけれども、一般世帯住民の方につきましては、まず、まあ、こちら、今年作ろうとしているんですが、SPC の方に申請をいただいていて、ここでまず SPC の方でこの一般住宅に、一般の世帯の方のご自宅ですね、どういう状況かっていうのを確認をさせていただいて、先ほどの、まあ、こういった10年ってなってますけども、実際に10年で、返済ができるぐらい電気代が下がるかどうかというような確認をさせていただきます。でそれで、まあ、問題ないでしょうという形になりましたら、まあ、チーム埼玉となってますけれども、まあ、埼玉市内のハウスメーカーさんですとか、電気屋さんなんかにですね、まあ、エコリフォームの方を実施していただくと。で地域電力の方で、申請した一般世帯の方から電気代としてまとめて、料金を徴収しまして、でエコリフォーム代金についてはこちらの SPC の方に、お金の方を送るというような流れになっております。でそうするとじゃあまず最初のお金どうするのっていう話になるんですけども、この SPC 特定目的会社の方では、まあ、グリーンボンドですとか企業さんの出資等をですね、受けてまずはここでお金を集めて、そのお金をもとにこの事業を回していくというようなことで、今は検討を進めております。で実際どのくらいの、まあ、規模感なのかというところでですね、まあまあ、このスライドについてはこの事業をやりますと記者発表するときに、まあ、市長が発表したんですけども、その時に用いたスライドなんですね。私としてはこの事業規模、特にここの1500億円も規模感があるというのはちょっと出したくなかったもんですから、ゼロを2個ぐらい取って市長のとこ持っていったり、そんなんじゃ規模感足らんということでこういう形になったんですが、実際に対象となるのは大体13万5000戸埼玉市内にございます。ただ 100% やれば確かにこの金額になるんですけど、100% っていうのはありえないので、おそらくこれの10分の1とか5分の1とかっていう形になるかと思いますので、
まあ、規模感としてはまあかなり減っていくとは思いますが、まあ、実際に対象としてはこのぐらいの対象数が出てくるだろうという試算が出ております。でこのプロジェクトを立ち上げまして、まあ様々な方、まあ、大学研究機関、金融、電力、住宅、リフォーム、家電、まあ省庁の方にも入っていただいて、このプロジェクトというものをこれまで検討してきております。で今のスケジュール感ではちょっとですね遅れが出てきているんですが、来年度30年度には会社の方を設立いたしまして、来年度後期あですか今年の秋口ぐらいからは事業の方をスタートさせていきたいと思っておりまして、実際ですねこの SPC の立ち上げと同時に、まあ、コンソーシアムを組んでいただいて、エネルギー事業者さんの方でコンソーシアムを組んでいただいて、まあ、効果検証の方も並行して進めていくということで、しっかりと、まあ、机上の論だけではなくて効果検証しながら事業の方を進めていくということで今進めております。でまあ、こういったエネルギーの取り組み、まあ、ドック事業も含めてやってきたんですが、まあ、こういった、まあ、いい絆プロジェクトに始まってドック事業ということで、まあ、ある程度土台がしっかりしてきたかなと。で次のステップとしてようやっとこのスマートシティ埼玉モデルというのを構築していこうということを今考えております。で、まあ、市長はですねまあ、スマートシティ埼玉モデルということで埼玉スタジアム2002のある三園地区、埼玉高速鉄道っていう南北線とつながっている電車の最終駅なんですけれども、まあ、そこの地域が全体で320ヘクタールぐらいあるんですが、もともと農心の用地で何もないところだったんですね。それを区画整理事業でどんどん市街化に変えて、今ようやっと完治が終わって土地が活用され始めたところなんですけども、要はまあ、言うなれば住宅も店舗も少ないので、まあ、真っ白いキャンパスのような形で、まあ、これから絵を描きやすい場所でもあるというところで、まあ、この三園地区でまずは埼玉市が理想とする都市の縮図としてスマートシティ埼玉モデルというものを構築してくれという命題をいただきましてですね、まあ、そこからですね環境局ではありながらもはや環境という言葉には何でも入るだろうということで、さまざまな今事業展開を進めているところです。で実際これスマートシティ作るといっても行政だけでできるものではございませんので、我々の協会の方を作らせていただきまして、今現在40団体ほど加盟いただいているんですけども、協会の中にスマートシティを作るためにどういったのが必要かということで部会分科会の方を作りまして、その部会分科会の方に民間さんの方に主管で入っていただいてプロジェクトを取り組んでおります。でこれ任意団体ですので、まあ、ここに負担金等をいただいているものではないんですが、基本的にはまあ全て手弁当で動いていただいているというところなので、かなりその分においてはまあご負担をいただいているなという気持ちで進めているところです。で、まあ、任意団体ですので、まあ、契約行為ですとかサービスを提供する際にはやっぱり法人格必要になりますので、まあ、協会を作るのに合わせて、一般社団法人、非営利型の一般社団法人を設立しております。で、まあ、これ市としては、まあ、いわゆる山積というものをどんどん減らしていきましょうという流れの時期でしたので、そこでまた作るというのでかなり町内揺れに揺れたんですけども、やっぱりどうしてもこういうのは必要ですと説明をして、その代わり市から職員ですとかもしくは設立費用というのは一切入れませんということで、これはあくまでも民間さんの方で作っていただいた、法人になります。あとはいえ、まあ、もちろん最終的にはまちづくり会社としてしっかりと自立していただきたいんですけども、今はなかなか初期段階においてはそれは難しいので、運営資金ですとか新たな事業展開する際には市の方から補助金を入れているような状況には確かにございます。ちょっとちっちゃいんですが、今協会の会員として入っていただいているメンバーがこういった方々になります。まあ、この協会に入っていただく際にご説明もさせていただいているんですが、我々冒頭埼玉市の企業さんは
98% が中小企業ということを申し上げましたけれども、やはりこういったプロジェクトを回していくにはそれなりに人的にもお金にもリソースがないとできないというのもありますので、まずは大手企業さんと基本的には組ませていただいております。ただこのプロジェクトがしっかり仕上がったときには市内の中小企業さんにも入っていただいてですね、大手さんと同じ土俵で、サービスを提供していっていただくということを目指しているところです。ちょっとこれすみません、消してから持ってこようと思ったんですけど、ちょっとやはり、ね、協会を、退会された企業さんもいらっしゃるので、入れ替わりはやはり多少出てきているところではございます。すみません、こんな風に大会なんて書いちゃったらで、実際そういう体制とですね、やはりその町の中で活動するためには拠点も必要だろうということで、アーバンデザインセンター御園という拠点施設も合わせて整備しております。これは浦和御園駅の西口の真ん前に設置をしております。あまり大きくはないんですが、ここを活動の場として今進めていると。で、実際じゃあどういったことをやっていくのかって、これは後ほどご説明しますけど、スマートシティ埼玉モデルっていうのをやっていく際には本当にさまざまなことをやっていかないとスマートシティなんていうのにはなかなかたどり着かないよねというところで、いろんなことを掲げながらもコンテンツとして立ち上げられるものからどんどん立ち上げていきましょうという形で今進めております。で、その中でやはりこの、IoT のお話もありました、AI 等もあります。そういったものはやっぱり今後活用していかないわけにはいかない、逆に最大限活用していこうということでですね、これまあ、総務省さんの事業採択を受けいただきまして、データ利活用型スマートシティ構築事業というものに今取り組んでおります。我々のさまざまなサービスが生活を支援するサービス等があるんですけれども、そこではさまざまなデータというものが あるわけですね。そのデータというものをしっかりと同じ箱、情報共通基盤の中に入れて、これまで掛け合わせたことのないようなデータを、掛け合わせて分析をしていく、そういう仕組みを作っていきたいということで、基本的には一つのボックスの中にさまざまなデータですとかサービスというものを入れていってですね、そこから新たな生活サービスをしっかりと出していこうというものを取り組んでいるものでございます。システムとしては、こういった形で、今もすでに健康ですとか購買データ、チップポイントのデータっていうものをですね、入れていったり、エントランスをもうすでにアプリのウェブアプリの方をですね、開発して今もすでに出していたりという形で、この裏の部分については、裏でいいんですけれども、で市民の方にどういった形で見せていくかっていう時には、一つご家庭においてはやはり今デジタルテレビの普及率が非常に高いので、デジタルテレビからご家庭でご家族で皆さんでこういったもの情報を見ていくですとかサービスをの提供を受けるというものをできないかというのと、これバンビっていう名前 のアプリなんですけども、こういったアプリからも情報を配信ですとか、それからサービスの提供というものをやっていこうということを考えております。でこのバンビについてはすでにウェブ版を公開はしているんですけれども、一つはその子育て世代向けに、子育て世代が必要な情報というものを AI でクロールして集めて毎日集めてきています。で御園に住む子育て世代の方が必要な情報というものを選別して、選んで、情報を取ってきてますので、御園の方がこのバンビを見ていただくと、不必要な情報というのが極限少ない状態で情報を見ることができるというような仕組みになっております。でこれを今は情報配信だけなんですけども、ここから
サービスの提供というものをワンストップでしていくということを考えております。これも全部出来上がってから配信となるとなかなか時間かかっちゃいますので、まあ、今時点でも情報は配信できるので、まあ、出しちゃいましょうということでもう既に提供を始めたものになります。で、まあ、この共通プラットフォームのシステム構成全体像としては、まあ、こういった形で、まあ、さまざまなサービス事業者さんと、まあ共通プラットフォームの中でしっかりと全部、まあ、情報データを全て同じ箱の中に入れていくんですけれども、ここで非常に課題になるのが個人情報の取り扱いというふうになります。個人情報保護法が改正はされたんですけれども、やはりいわゆるパーソナルデータというような形でまだグレーな部分が非常にあったり、今総務省さんの方が来年度、まあ、個人情報の認定団体みたいな制度を作ろうとかっていう動きもあるんですけども、まあ、そういったところをやる際にですね、我々とするともちろん匿名化っていうものもこの機能の中には入れていくんですけども、匿名化すると、まあ、それを分析すればもちろん傾向というのは取れるんですけども、実ビジネスにはなかなかつながらないというのもありますので、まあ、こちらの VCRM という制度を仕組みをですね今構築をしてこのプラットフォームの中に導入していこうということを考えております。実際に今その先ほど申し上げました浦和美園という地域なんですけども、埼玉市はですね2都心4副都心というような都市計画上位置づけをしておりまして、美園地区においても副都心というような位置づけになっている場所でございます。で実際に今の状況についてはこれが埼玉スタジアム2002で、まあイオンさんがあったりという形で徐々に開発の方は進んできている地域になっております。で特に埼玉スタジアムについては2020年に、東京オリンピックでサッカー競技が開催されるということで、まあ、非常に多くの外国人観光客の方も来るだろうということを予定しておりますので、その2020年までに一定程度このスマートシティ事業というものをしっかりとですね、構築してしっかり PR を、ね、していきたいなというふうに考えております。で実際そのこれまで立ち上げてきたコンテンツどういったのがあるのというご紹介になりますけれども、例えば健康事業という形で埼玉市は自転車の保有率が大都市ナンバーワンという特性もあったり、まあ、平地が多いというのもありますので自転車の活用が多いということで、これ谷田さんの方に、自転車の活動量も測れる活動量計を作っていただいて、これを持って自転車に乗っていただくと、歩数換算してくれるので、そうすると、まあ、この仕組み自体みその地域の方が歩いたり自転車に乗ったりするとポイントが貯まりますよというような仕組みですので、まあ、このポイントも自転車に乗ってもポイントが貯まりますというような仕組みにしております。で、まあ、こういったものも実はみその地区というのはもともと農家さんが多かったり、まあまだ公共交通というのが充足してないものですから車が非常に多いんです。車が非常に多く使われている地域だと、まあ、そういった方にいきなり車を降りて歩いてねっていうのは難しいんですけれども、まあ、自転車だったらなんとかなるんじゃないかなということで、まあ、自転車の機能についても作っていただいたというものになります。ですとか、まあ、その自転車乗ってくださいというのもあるんですが、その自転車においてもやはりその一人一人購入するんではなくて、やはりシェアリングっていう形でも良いんじゃないかということで、今の実際にソフトバンクさんの中のベンチャー企業さんでオープンストリートっていう会社があるんですけど、そこと連携をして生産機等が必要ない自転車の方に鍵を開ける機能と決済する機能を設けた機器を作って、ですので自転車にすると機器つけると勝手に鍵が閉まったり開いたりします。でそれはスマートフォンだったりクレジットカードでやるんですけども、まあ、そういった機能があればいろんな場所がポートになりますので、まあ、そういったものも作ってですね、まあ、地域内の移動というものを非常にしやすくなるような仕組みも合わせてしていこうというものですとか、この地域まあ、いろんなことで活用できるかと思うんですが、
Bluetooth の受信機を、全体で160箇所を整備する予定でおります。ですのでこの地域は全てあの Bluetooth の受信が可能な地域になるということで、まあ、今もうすでにあの自転車の見守りサービスというのを始めているんですけども、やはりそのお子さんが多くなると想定している地域ですので、子どもの見守り事業というのもしっかりやっていきたいと。具体的には、まあ、1000円いかないようなタグ、 Bluetooth のタグを作ってですね、それを小中学生に持っていただければ、その方がどこにいるのかっていうのを親御さんだけは見れるというような仕組みにしております。ただあの三園の住民の方、都内に働いている方が非常に多いので、見れるだけだと逆になんであの子こんなとこ行っちゃったんだろうとか不安になっちゃう、逆に不安になっちゃう部分もあると思いますので、そこは有償サービスになると思うんですが、まああのまあ、警備会社さん等々と連携をしてですね、をあの依頼があればその子がいるところに警備会社が駆けつけるというような仕組みも今後進めていきたいということで今検討しております。でもこういったあのサービスですね、生活を支援するようなサービスというものを今後どんどん増やしていくですね、それを、まあ、共通プラットフォームで一元化をして、ワンストップで提供していくということを考えております。でまたですね、やはりその地域の中でお金を回していくというのもやっぱり必要なことだろうということも考えておりまして、実際にですね、あの三園と岩槻という地区があるんですが、そこを限定には最初なるんですが、ご当地ワンカードってすでにあのイオンさんと協定を結んで、発行したあのご当地ワンカード、これを使ってですね、地域通貨というものをやっていこうと。で、まあ、具体的には、まあ、加盟店さんの方で商品を買っていただいた時につけるポイント、まあ、これはよくあるポイントなんですけども、それ以外にも、まあ、ボランティアポイントですとか健康ポイントっていうものもこれで一元管理をしていくということを今予定しておりまして、これに合わせて、まあ、買い物支援を支援するような共助の仕組みを作って、まあ、そういったものの、まあ、ある種少し有償ボランティア的なもののお金についてはこのポイントで返しますよということにすればですね、頼んだ方もその場で生々しくお金を渡したりということがなくなりますので、まあ、そういったのもしやすくなるんじゃないかなということを考えているところでございます。まあ、それ以外にもやはりそのしっかりと共助というものを使っていったりですね、やはりそのしっかりと地元のものをですね、食べていただくということも必要、まあ、これ環境的にも、まあ、あのフードマイレージの視点なんかもしっかり入れると、やはり地元で作ったものを地元で消費するということが大事になりますので、我々としてみその市というマルシェの方も開催をしたりですね、たまには楽しいことというのもありまして、実はこれあの埼玉高速鉄道の浦和美園駅が終点駅だという利点を生かしまして、電車を止めて電車の中でお酒を飲んでもらうというようなイベントもやっており、これ今年もやる予定ですので、ね、ぜひご案内いたしますので皆さんぜひ来ていただければと思います。で、まあ、ここでは、この時には秩父市さんなんかも来ていただいて、しっかりと都市間連携をしながらやっていくっていうようなことも、まあ、町として町の機能として導入していきたいということを考えております。まあ、こういったさまざまな、まあ、事業を取り組んで市民の方に、なんていうんですかね、分かりやすくというよりも楽しくこういうことをやっていくんだよっていうのをお伝えができればいいなと思っていて、まあ、こういった場面であってもやはりその省エネって本当は実は気づかないところでこうやって動いてくれると省エネになるんだよとか、そういったものもですね、こういったちょっと面白おかしいイベントなんかをしながらもお伝えをしていって、あまりこう負担感なく行動変容していただけるといいかなと考えております。これ最後になりますが、我々はそのしっかりと PR もしていかなきゃいけないということもありますので、実は東京モーターショーの方に出展しまして、東京モーターショーでスマートシティの取り組みを発信していったりですとか、まあ、みその人、まあ、今日これのみその人の担当も来てるんですけども、こういった地域の広報誌っていうものもしっかりと町で作ってですね、今度は町の方にもしっかりと記者さんになってもらおうというような取り組みをしてるんですけど、こういったのを発信したりしております。で、まあ、右側が市長がワシントンに行って、まあ、我々のスマートシティの
取り組みを、まあ、プレゼンというかしてきたところなんですけれども、まあ、これもあの総務省の事業を採択受けたというのがきっかけで、まあ、ワシントンの方から GCTC の方から呼ばれまして行って、行ってきたものなんですけども、まあ、ちょっと私的にはこの市長との5日間ものすごく大変だったんで今年行けって言われたらどうかなって思っちゃうところあるんですが、まあ、でもしっかりと、まあ世界的に発信ができてですね、非常にその後いろんな方からお声掛けをいただいてますので、そういった意味においては非常に良かったかなというふうに考えているところでございます。ということで、私の方からはもう本当にざっとになってしまいましたけれども、さいたま市環境未来都市推進課の方で取り組んでいる事業についてご説明をさせていただきました。ですので、先ほどお話がありました未来の家みたいなものもですね、実際にこう我々の第3期の外区なんかでしっかりとそういったものもやっぱりやっていきたいというのがありますので、連携の方もさせていただければ非常にありがたいなというふうに思っております。すいません、私からは以上となります。ご清聴ありがとうございました。